な平等だからいいでしょうね。じゃあ、行きますか。はい。はい。はい、マイクないの？あれ、マイク。マイクある、よし。あ、マイク。声でかいからいいですか。よし。はい、じゃあ、改めてこんばんは。こんばんは。選挙キャンプオープニングトーク、ようこそということで、皆さん雨が降ってる中ありがとうございます。で、まあ、今日はですね、お二人、まあ、ゲストっていうのはこちら、まあ、ホストが二人みたいな感じですけど、形としては、まあ、ちょっと楽しい時間をね、皆さんと過ごしたいと思ってます。でハッシュタグが選挙キャンプ、選挙はもう全部アルファベットにしました。アルファベット、はい、はい。じゃあアルファベットの選挙キャンプということで、つぶやきたい人はぜひつぶやいてください。あとトイレはですね、この向こう側の出口出たらこの裏側くらいにあります。あとですね、お湯とかも任せますので、その向こう側で沸いてた、すごいね、ストーブの上、なんかお茶飲みたい方はご自由にどうぞ。で近くで、コンビニがあります。なんかお酒飲みたい方は買ってきてどうぞ。キャンプ場なんで自由にやりましょう。ということで、じゃあオープニングトーク始めたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。まずちょっと簡単に自己紹介というか、私からしますので、順繰りにいきましょうか。はい、グリーンズ発行人の鈴木直と言います。こんにちは、こんばんは。ついこんにちはって言っちゃうんですよね。業界的な。なんで？教会おはようございます。何教会だとこんにちはが次になるの？おはようございますですね、それより、ね、はい。グリーンズはですね、まあ、知ってる方もいると思うんですけど、知らない方のために言うと、まあ、あなたの暮らしと世界を変えるグッドアイデアを毎日伝えるウェブマガジンです。で、まあ、そのウェブマガジンの中でやっぱり、社会に関わる自分ごと、自分ごとと思える社会問題をちゃんと今までにないような形で解決していく人たちをたくさん紹介してきて、やっぱり本当につくづく思うのは、一つのやっぱりみんなが行き当たるテーマっていうのは、まあ、政治だったりとか、まあ、みんなで社会を作っていく参加型民主主義っていうところだなとつくづく思っていて、まあ、今回なんていうかこうやって参加できて一緒に作ることができてとても楽しみです。ということで、皆さんの話を楽しみにしてますので、よろしくお願いします。はい、じゃあ順番的には田坂さん行きましょうか。はい、ね、本当に一人だけなんか随分年齢の人間がいるような感じですけれども、田坂です。私はもうずっと多摩大学の、ね、大学院で、まあ、一応教授という立場で、まあ、講義やってるんですけど、テーマはね、社会起業家論という、まあ、いわゆる事業を起こすのに単なるお金儲けのためではなくて、この世の中を良きものに変えるために事業を起こす方々ですね、その社会起業家の、まあ、育成ということをやってきて、まあ、社会起業家フォーラムとかね、社会起業大学なども、まあ、一応関わっていろんな活動してしてきたんですけどね、まあ、去年なんでここにいるかと聞かれれば、去年のやっぱり 3.11 のね、大震災と、それからやはり原発事故ですね。で、私は原子力の実は専門家だったんですけど、まあ、たまたま原子力施設の安全評価とか環境影響評価が自分の学位論文のテーマだったこともあって、実はその専門家だったんですね。で、人間の人生ってわからないもので、1971年頃から20年ぐらい原子力の世界を歩んで、20年前にその世界離れて、で、おそらくこの事故がなかったら、仮にそれの高い立場でお招きいただいても原子力の世界に戻ってこなかった人間だと思うんですね。でも不思議なことに、それからさらに20年経った2011年に事故が起こって、いやおうなくも戻らざるを得ない、官邸から内閣を支えるというね、官邸でいろんな事故対策に取り組むという立場を要請されたので、選択の余地はない、戻ったんですね。で、まあ、原子力について推進が当たるかって議論は今日の議論ではないんですけど、私が5ヶ月官邸で仕事をした時にしみじみ感じたのは、やっぱり日本の行政とか政治が本当に国民の思いとか
国民の願っていることを反映できる仕組みになってないなということを非常に強く感じたんですね。でもちろん政党の政策とかにもいろいろお手伝いしたりすることもあるんですけれども、私やっぱりこの国が良き国に変わるためには、なんか政党がね少し立派な政治家が出てくるとかそういうことではない。もちろん立派な政治家が出てもらいたいんですけど、むしろやはり一人一人の国民なり有権者がどんな思いで、例えば間もなくやってくる選挙に関わっていくかというようなことを真剣に考えざるを得なかったんですね。でそんな思いでいたところ、まあ鈴木直さんはじめね、本当に同じような問題意識を持って、これからの民主主義って参加型民主主義にしていかなきゃいけないねなんてね、気持ちを持っている方といろんな縁をいただいてね、そうだそうだと言っているうちに年がいもなく一緒にこの選挙キャンプのね運動を始めるというなんかありがたいご縁をいただいたんでね、まあ、そんな一冊から今日ここにいる田坂です。よろしくお願いします。ありがとうございます。拍手が、拍手が、はい、じゃあ最後カメラ、今日はですね突然ね昨日の夜中に電話をして、そして今日ここにいるという、なんか電話で話してたら、これ面白いから多分明日みんなの前でした方が良くないみたいな話になって、じゃあ行くわっていう感じで昨日の10時くらい、サイコカメラ、伊藤サイコですけど通称サイコカメラです。で、ね、なんで彼女を呼んだかというと、まあ、選挙キャンプはみんなが社会を作っていく参加型民主主義を日本に根付かせるムーブメントなんですね。でそれしかもオープンな形で全国の人が自分のクリエイティビティを発揮してやっていくっていうものにしていきたいと。その時にやっぱり一番今までの中で成功例っていうのは100万人のキャンドルナイトだなと思うんですよ。で、まあ、あれはもう少し違う形の目的のイベントムーブメントですけど、本当に一つの、まあ、本当に深い環境問題とか社会の課題という問題を、なんていうんですかね、それをそのままで伝えるのではなくて、人の気持ちに寄り添った表現とか、ある意味でこうみんながこう豊かな時間を持つということを通して、入り口としてその向こう側にそういう深いちゃんとしたというんですけど、課題とか社会的な問題というものがあるんだっていう、その作りの構造とか、それからムーブメントの広げ方とか、その人の共感の輪が広がっていく形とかっていうのが、まあ、すごくやっぱりすごいなといつも思うんですね。でそれでやっぱり選挙キャンプというのを本当の意味でみんなのものにしていくためには、たくさんの人の意思とか思いとか、それから想像力とか自己力が必要だと思っていて、そのためにも本当に話を聞いておきたいと思ったので今日来てもらったって感じです。なのでなんか自己紹介的なこともちょっとあったりする。私は、100万人のキャンドルナイトっていうのを、10年前に前北美和子さんっていう環境広告を作っている人に誘われて関わり始めて、まあ、最初の年から関わり始めて、なので、環境業界ですね、いわゆるこういう、いわゆるこう反対運動とか、例えば戦争があるって言ったら戦争反対って言ったり、CO2 削減って言ったり、原発反対とか、要するに反対反対反対っていう業界に、まあ、足を片方踏み入れたっていう状態で、でキャンドルナイトは何をしたかったかっていうと、反対じゃなくてこっちがいいよねっていう選択を促す。でなおかつその CO2 の問題がとかじゃなくて、例えばこんなに当たる必要はないじゃないかとかっていうんじゃなくて、キャンドルの方が綺麗だよ、だからやってみようよっていうプロセスで、世界が、まあ、世界変えられないかってほど大きなことを考えてたかっていうとそうなんですけど、ちょっと誰か の2時間をいただけないかっていうような考え方で10年やってきて、だからこう今までのこう運動の歴史でいうと分かりにくいんですよ。何が環境にいいのかが全く分からない。
でなおかつこれが環境にいいかっていうと、要するにキャンドルはパラフィンを燃やしますから CO2 は出るし、例えば原発とか要するに電力会社と打ち合わせをしてなければもう予測を立ててその分発生しているので CO2 削減にはつながらないんですよ。だから環境省がどこまで手を回しているかわからないので、おそらくそこまで周到にやっていないので CO2 削減はできてないムーブメントなんですね。新聞ではそうやって書いているけれど、だけど実態はそう で何がしたいのかって言ったら、私は震災の後すごい嬉しかったのは、キャンドルナイトをやってたから子供が計画停電の時に真っ暗だじゃなくて今日もキャンドルナイトができるって言ってウキウキしてるっていうツイートがあったのがすごく印象に残っていて、要するに電気がなくてもこれでも楽しいよねっていう価値観を提供っていうか、こうみんなで掴み取っていたっていうことが、私は311の後本当3月に見て、あやっててよかったなって、10年目ですけど、にして初めてなんかその手応えをつかんだっていうか、そういう感じですかね。そんなことを知ってきました。でなんかまあその応用編で坂本龍一さんと坂本ソーシャルプロジェクトっていう、坂本さんが韓国でやるライブを日本でみんなでパブリックビューイング会場を用意してみようっていう、まあ、400カ所パブリックビューイングの場所ができたんですけど、そういう呼びかけはするけど実行するのはそれに共感した、要するに教授とは友達でも何でもない人、キャンドルナイトもそうやって電気を消してスローな夜をっていう日にちだけお知らせして、それいいなって思った、例えばカフェの店長とか、あとスターバックスとかもやってくれてるし、あといろんなところがどん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 こうやっていくっていう仕組み作りを、まあ、得意としていますという感じです。なんかね、だから本当にいろいろ一緒にやりたいなみたいなよくね相談はしてるんですけど一緒に何かはねまだしたことがないですね。そうだね、なんかまあ今までなんかどう思うとかって聞かれても、なんかやっぱりメディアの立場とかでいろいろアドバイスはできるんですけど、実際にやり始めるとどれだけこう100万人のキャンドルナイトとかね、長い間かけてね、いろんな対話を通じてね、いろんなネットワーク作って地道にやってたんだなっていうのが早くも分かってすごいなーなんて逆に改めて思ったんですけど、はい、ということで、じゃあ選挙キャンプについてはね話をちょっと したいんですけども、一番最初は何だったんですか。南平さんがね、まだここには今日いないんですけど、南平さんというですね、アースガーデンとかアースデーの実行委員会の中にあったりとか、そういう方も一人いるんですけど、なんかそこでふと出会ったところから始まったらしいというのを聞いてるんですけど、どうですか。まあね、この手の物語っていうのは面白いもんでね、なんかプロジェクトのようにまず企画書を作って、まあ、修正して、まあ、計画通りに進めるみたいなものではないですよね。だから振り返ってみると、あそこで誰がコンセプトを出したとか、どこでこうなったっていうのは意外にはっきりしてないところが面白いと思うんですよね。ただ一つ言えるのは、おそらく私が南部さんがと一緒のあるイベントに出てですね、その後、まあ、全員にこうメールをいただいたような場があってですね、あるイベント出ませんかみたいな、まあ、たくさんの方に送られたメールにたまたま確か返信をしたんですね。このイベントってなんか12月15日16日と重なってるけどどうなるんですかみたいなことを聞いたら、その瞬間から何かの縁が始まったんでしょうね。ですぐに会いたいみたいな話になって、まあ、私自身は割とそこは本当にいろんな方とのご縁で面白いことが始まるということだけは分かっているので、お会いしましょうってお会いした瞬間に、参加型民主主義という、ね、言葉は本当に南部さんも私もずっとそのことを大切だなと思ってたということを、まあ、その場でお互い確認し合って、でしか もう選挙が近いだとしたら、この参加型民主主義ということを本当に大きな動きにできるような何かできないかなというところから始まったわけですね。でまあ、その後ね、南部さんなんかも集まっていただいて、本当に素晴らしい方々が次々と集まっていただいて、でも結構夜中遅くまでね、終電を超えるぐらいまでみんなで議論して、
でキャンプっていうのは結構みんな誰が行ったわけでもないかもしれないけどなんかいいねいいねってなったんですよね。やっぱりカフェなんていう言葉も出たけどちょっと違うなと。でキャンプってやっぱりなんかすごく楽しそうってワクワクするし、キャンプファイヤーとかね、なんかそういうの面白いなっていうんで、でも南部さん結構それ強く言われたよねやっぱりね。そうですね、なんかキャンプっていう名前の向こう側の活動とかどう広げていくかとかは全く具体的に何にも決まってないですよね、うん、実際まだ決まってない、何にも決まってないですよ。昨日なんかねすごいファジーなことを、そう、しましたけど、なんか予感しかまだなくて、みんなに予感を共有したいなっていうのが、まあ、この場所、渋谷のね場所 の、まあ、目的なんですけども、なんかだからそのまあなんとなくキャンプっていうのは確か南部さんとですね、僕は電話で話してる時に、名前も決めなきゃ、もうなんか案を出そう、次の会議でみんなで言える案を出そうってふわっと喋ってた時に、ああでもないこうでもないって言ってる中で、なんかまあ選挙キャンプって言ったんですね。で選挙はオキュパイの選挙とエレクションの選挙のまあまあ両方の意味が含まれてるんですけど、でキャンプってみんな参加者じゃないですか、全員が参加者じゃないですか。で火を起こす人がいて、食べ物を食べる人が食べる人ってずるいね、まあ、食べ物ご飯を作る食べる担当ね、はい、でちょっとこう山に入ってキノコ取ってくるわとかね、水汲んでくるわとか、子供の面倒見てるわとか、みんなでこういい場を作ろうって、一人も傍観者がいないのがいいキャンプですよね。でそれですごく、楽しい時間もあるし、夜のこう火を見ながらのこう深い語り合いもあるし、でそうやって人生がこう紡がれていくというかね、こう久しぶりに会った友達同士がこうまたもう一回つながったり、なんかそういうキャンプってすごくいい時間をみんな持った経験があると思うんですよ。でこのでなのでこのムーブメントはなんか全国でそういう雰囲気の中でナチュラルに自分たちのこう未来とか社会がどうなったらいいか、それを自分がどうやって作っていきたいか、でその時の悩みとか、まあ、なんていうんですかね、相談事でもいいし、なんかそういうことをね、普通な会話として日常の中に入っていく時に最初のきっかけとしてキャンプっていうのがメタファーとしてすごくいいんじゃないかなって思ったんですよね。何なんか喋っていい？いや私結婚式キャンプだったなと思って。あそうだね、うん、俺行けなかったけど高尾山でね高尾山で一泊二日で結婚式をやったんですよ。そしたらゲストが、結婚式ってこう今日本はゲストはゲストじゃないですか、もてなされる人だったんですけど、ゲストが居合うために何かしなきゃいけない人っていう、こう変わったんですよ関係性が。だからなんで会費払って俺ティピー立ててるんだろうとかっていう人たちがいるけど、でも楽しかったよねって急に。だからそれをなんか選挙も今そうですよね、こうゲスト、有権者はゲストみたいな受け身でいられるけれども、でも多分キャンプみたいに、まあ、その作り手というか担い手になれる、そうですね。なんで、まあ、キャンプのね、その、なんかこう、日の光が明るい時間も綺麗だし、こう夕暮れも綺麗だし、夜こう、日を見る時間も美しいし、なんかそんなイメージがこう全国に広がっていってほしいんだよね。で、そのための、ビジュアルもロゴも全くまだ何もないっていう状態で、でまずはなんか、ここがその、まあ、選挙の期間までの間、まずはこうベースというかですね、ここでいろんな実験をして、今後数年間で日本に本当に参加型民主主義が根付くような、こう誰もが自分が主役だと思って、なんて言うんでしょうね、社会づくりに参加できるような国になるきっかけを作る、そのための実験場がここの、選挙キャンプ渋谷なんですよね。いやいや、キャンプってのは私も、ね、聞いた瞬間にいいなと思った。でも実は素朴な理由で、私は大学時代ワンダーポーゲルだったんですよ。でしたがってキャンプっていうのは、まあ、もともとそういうね、夜中山登ったりしてたような人間なんで、確か若井さんも山登りだったんじゃないかな、ね、なんか
はい、そうです。そうだよね。だからね、自然にね、もう中井さんもね、すぐ OK だと思ったよね。このテント、かなり私ですんで。このテント、このテントも中井さん、赤井さんです。この企画始まって、とりあえず、まず持っていかなきゃ。なるほど。キャンプ感を。キャンプ感。もっとキャンプ感出したいんです、ですね。まあ、芝生とかね。はい、ぜひ皆さん。それとね、もう一つ私ね、その年がいもなくワクワクしたのが、やっぱり皆さんも好きな言葉だと思うんだけど、シナリオのないドラマっていうね、言葉ってすごい好きで、いや、これから特に何かシナリオ決まってるわけじゃない、プロジェクトみたいに計画がしっかり決まってるわけじゃない、だけど何かが起こりそうだというね、こういう場ってやっぱり、私にもそういうことをいくつもやってきたから、昔コンソーシャムなんてある一つの企業の集まりなんか作って新しい事業を起こすみたいなことをやってたんだけど、最初の設立総会の最初の挨拶は必ず、さあこれからシナリオのないドラマが始まりますって言ってたんだよね。だからもう聞いた瞬間にはこれシナリオのないドラマだと。で、まあ、皆さんもよく知ってる例のアラン・トゥイのね、未来を予測する最良の方法はそれを発明することである。でもうまさにそのことと重なってて、これからどうなるんだろうとか、日本どうなっちゃうんだろうとか、選挙これからどうなるんだろうなんてことを考えるよりも、やっぱり我々が作り出しちゃえっていうこの感覚はね、特に集まられた本当に仲間というかね、皆さんの若い方々もうすごくワクワクするものを持ってたんでね、これはノリだと思ったんですよね。そう、それで僕その選挙キャンプの打ち合わせを松坂さんとかも含めてみんなと何回もしている中で、何回も頭に浮かんだのが、以前、まあ、サイコちゃんに話を聞いた時に聞いた話がものすごく何回も頭に浮かんで、それが石のスープの話なんですよね。ちょっとその話してもらっていいですか。そうですね、キャンドルナイトの、もう一番最初に思ったのはウェブサイトを作ってる時なんですけど、石のスープっていうのはポルトガル民謡とか、でも中国にも似たお話があって、ただいろいろちょっとずつ違うんですけど、お水だけ用意した人とかお鍋だけ用意した人とか、スタートはいろいろあるんですけど、お鍋バージョンにすると、お鍋じゃない、火がくべられる人バージョンっていうのがあって、火をくべてここに大きなお鍋があったら美味しいスープが作れる、石のスープが石を持ってるんですね、これを入れるとすごく美味しいスープができるんだよっていう石を持っている人がいて、僧侶だったね、僧侶がいるんだけど、そしたらこうみんなが、あ、じゃあお鍋だったらあるよとか、で水を入れてこう塩を入れるともっと美味しくなるんだよねとかっていうと、じゃあ塩ならあるよって、この間人参入れたと、人参と玉ねぎ入れた時はもっと美味しかったんだよねとかって言ってるうちに、みんながこう一品一品持ってくるんですよ。そうやってこうなんかやってる、美味しい匂いがするって言って、人がどんどんこう寄ってきて、あ、これならあるよ、これならあるよっていうのを一個ずつちょっとずつ出していく。そうするとこう美味しいスープになってるっていうお話があって、一番最初の人は石しか持ってない、ね、ちょっとハッタリですよね、これ美味しいスープになる、だからこれ詐欺師の話っていう風に捉えてるところもあれば、すごいそれでこう冷え切ったコミュニティのみんなが集まってきて、もうスープ、一つの鍋のスープで仲良くなったっていう捉え方もされていて、まあ、これダブルミーニングで面白いなって思うんですけど、キャンドルナイトのウェブがまさにそうで、私が多分ウェブサイトは、まあ、最初は違う人がやってたんですけど、引き継いだ時に私ウェブは作れないんですよ。なんかちょっとだけ分かることがあるだけで、ただ私の友達にはグラフィックデザイナーもいるし、ウェブのコーディングできる人もいるしとか、いろいろあったから、ちょっとここだけ作ってよ、ここだけ作ってよっていうお願いをどんどんしているうちに、ウェブサイトができてきて、なんかここが変だなって思った人が直してて、ここ直したよっていうのを、まあ、スカイプでやってたんですけど、直したよとか、ここ変だったから直したよとかっていう風にやって、キャンドルナイトのウェブは、まあ、作っていた期間がすごい長いっていう話ですね。そう、その話をね、やっぱり聞いた時に、やっぱりグリーンズでもものすごくたくさん
世界中のもあるし日本のもあるんですけど、まあ、社会的な課題にクリエイティブに解決していこうというさまざまな取り組みとか活動を、ね、紹介するわけなんですけど、なんかうまく特にうまくいっている人たち、そのなんていうかな、この奇跡的なスパイラルというかすごい勢いで立ち上がっていくスパイラルみたいなものがやっぱあるなってすごい感じていて、でキャンドルナイトにもそれがすごくあるんですよね。なんかやっぱ選挙キャンプも本当ここから先どこに行くのかまだ分かんないんですけどね、そういうスパイラルが起きるんじゃないかっていう予感の方がすごいしました。今の話聞いてて私も本当に懐くんだけど、たまたま私ちょっと難しいことになるけど複雑系というね、今現代科学で一番最先端の研究所にもかかってるんですよ。で何がテーマかというと、世の中で今まではなんか上から管理するとか、その何か機械のように組み立てるとか、そういう考え方が支配的な時代が20世紀でね、で21世紀というのはそうじゃなくて、もっと生命的に誰も上から管理したりそのデザインしたりしなくても、なんか自然に非常に面白い運動とか秩序とかが生まれてくるという、これは特に創発という言葉なんですよね。でこのどうやったらその創発がバンバン生まれるかということを研究している研究所が例えばアメリカのサンタフェ研究所なんだけど、で、ね、そこで使われている言葉が今ね、伊藤さんの言ってた言葉なんだね。レシピストラテジーっていう考え方があって、要するに分かりやすく言えば料理のレシピみたいな感覚で、一昔前は部品という考え方をするから設計図を書いて部品を作って組み立ててっていう、だから誰が作っても同じものができるわけね。ところがこういう機械的な機械論パラダイムって、まあ、少し難しい言葉で言うとなるんだけども、そういう発想の時代って特に終わってて、何かプロジェクトをきっちり管理するとか、最初からしっかりとした設計図を作ってその通りに組み立てるとかということはもう古い考え方で、テトラさんが言ったらそれがワールドシフトですよって言い出すと思うんだけれども、これっていうのはそのまさになんかここに人参ね、これ玉ねぎがもうこうチーズ入れちゃおうとかね、えこんな味だ、意外な発見だとかね、でそういうことが実は非常に面白い何かを生み出す時代だと思う。でついでに付け加えると、自分の好きな言葉はこう人間が集まるときに言葉使うのがすごい好きでね、例えば田中さんってさいい味出してるよねって言い方するよね。なんかチームで動いちゃうときに、ね、田中ってさいい味出してるよねって言い方する、どうも正確な定義がないんだけれども、でもピンとわかるよね、彼いるといい、彼女がいるとってね。だからまさにこのキャンプってそういう場だなという角度で見てるんだけどね。そうですね。なんかそれともう一つ、参加型民主主義ってね、なんか、まあ、漢字がいっぱい並んでて難しいじゃないですか。なんかでこの以前の打ち合わせでね、僕はなんていうんですかね、まあ衝撃受けたってことではないんですけど、なんか本当にそうだなと深く思ったんですけど、タツコさんがね、参加型民主主義というのは、投票に行くことじゃないんだよと、まあ、それも含まれるけどそうじゃないんだよと、参加型民主主義というのは社会を作ることに参加することなんだと、なんて明快な説明なんだろうと思って、すごいね、感動というかですね、そうだなとすごく思ったんですよね、うん、なんか結構その一言が僕 この今関わっているエネルギーになっていたりとかして、うん、それがね、本当にそれがこう日本の中であっちこっちでそれがナチュラルになっていった世界、うん、でそれぞれが例えば日本国民の例えば、まあ、半分の方がね、目の前の自分がほっとけない課題、自分がこれだけは解決したいなと思う課題、もう大きな課題か小さい課題何でもいいんですけど、それ取り組んで、しかもそれはその今までのやり方でマイナスをゼロに戻すんじゃなくてプラスにしていくような新しい価値を生み出すようなね、創造的な、ね、ことをねやっていったら、日本の課題っていうのは、まあ、あっという間に解決して、なんか言ってみれば世界にもっと自慢できるような、ね、新しい国になるチャンスがいっぱいあるんじゃないかと思うんですね、どうですか、なんかその話は。いや本当にね、私の民主主義ってことについては、まあ、何十年間考えてきてるんだけれども、今世の中のね、なんか悪い流れがあるような気がするの。例えばね、何年も前だけど、ある日本の政治のリーダーの方が、名前はあえて言わないけど、選挙が近づいた時にね、投票率が低いといいと、低ければ低いほどいいって言った、まあ、与党の方いらっしゃったんだね。寝ててくれたんだね。これってね、やっぱりこう我々有権者は怒りを感じるべきことであって、
でそれですらまだ生優しい話で、さらには何かこう押し込めようとするような感覚があって、まず寝ててくれたらいいと思う。で投票に行っても何年かに一遍の意思表示の時だけ民主主義が機能するみたいな議論に押し込められていると思うんだね。民主主義というのはもちろん投票には行くべきだけれども、でも選挙に行って意思を表明することだけが民主主義では全くない。民主主義というのはむしろ社会の意思決定に参加することだけではない、社会の変革に参加することだと。でそれを見事にやったのが4年前のオバマでね、ご存知のように We can change って言ったわけだね。で Yes we can、 だから我々は We can change、 Yes we can にしてるわけだね。このお辞儀は誰が考えたのか忘れたけど、いや私ではないけどね。逃げましたね。逃げましたね、はい、私です。何逆かは別としてもね、我々は Yes we can、 もしくはキャンプでね、本当は変革に参画できることを民主主義と呼ぶんだと。もしくはこのそれが私の社会起業家論でもあるんですよ。我々は日々の仕事を通じて世の中を1ミリでも良きものに変えていこうというね、仕事をしてるんだと。働くということは決してお金のためではだけではない。やっぱり日々の仕事を通じて世の中を少しでも良きものに変えよう、働くとは旗を楽にすることなんだというのは私ずっと言い過ぎてるんですよ。だから働きがいというのは世の中を少しでも良きもの、誰かを幸せにしていることの喜びなんだと。これが失われてしまっているのはここ何十年間の日本でね、私の若い頃って働きがいとか生きがいという言葉って当たり前に使われたんですよ。でも最近は職場に行くと使われている言葉って3つでしょ。生き残り、勝ち残り、サバイバル。なんで頑張って働くのって、生き残るため、勝ち残るため、サバイバルするため。すごくつまらない文化をね、誰が広げたのか知らないけれども、きっと我々の世代に責任があるんだと思いますよ。これ本当に反省を込めて申し上げればね、我々の世代にものすごく大きな責任があると思うけれども、でもそれは打ち破らなきゃダメだって。働くこと一つでもやっぱりこの中を良きものに変える日々の素晴らしい営みなんだ。だからそのことの延長で我々民主主義というものがこの世の中をどう変えられるか、変えていくことに仕事も通じて、そして何年かに一遍の選挙はもちろんだけれども、でも本当は選挙と選挙の間がすごく重要だと思うんですよね。そうですね。なんでその参加するとかね、社会の変革に参加するとか、社会を変えていくっていうことがこれほど、選挙もそうですけど、民主主義っていうのがなんかこれほど遠くのものに感じている現状っていうのは、参加するのを教育されてないからじゃないですか。今僕らもちょっとここからちょっと受け身になってるけど、受け身いいのか今日いいんですか、受け身で。いやいや、ぜひしちゃってください、はい、この後ダイアログの時間を、ね、取りたいと思いますので。いやでもそうだと思う。教育がまず参加をすることを拒んでいるというか、参加するのを良しとしない、それはもう一目瞭然で、小学校から日本はそうなんで、僕はたまたまフランスにちょっとね、小学校に住んでたとかっていうのは、フランスの教育だと先生の会話に割り込むのが当たり前で、割り込まないと大丈夫っていう聞かれるとか、面白いね、うん、ちょっとイギリスとはちょっと背なんだけど、ね、はい、はい、なるほどね。でも皆さんもなんかツッコミあったらどんどん発言してくださいね。この後でちょっと皆さんにもダイアログの時間をしたいと思いますけども、そう、なんかもう本当に根が深くて、ね、いろんなことが言えるんだと思うんですけどね。これはね、今本当に見事なコメントいただいたと思うんでね、先ほど私なんかの世代、私は60超えてる人間なんだけど、本当に反省を込めて申し上げるけどね、そしてこれは教訓にしていただきたいんだけど、私が大学に入った1970年ってこの渋谷って凄まじいデモの渦だったんですよ。70年安保というのがあって、私の入った大学は3000人ぐらい新入生がいたんだけど、そのうちの2700名ぐらいがデモに出た時代ですよ。その人たちがそれからの何十年ってこの国どうしたかっていうのはね、これは私の自分の責任を免れるつもりはないけれども、私はやっぱり次の新しい世代の方々に顔向けできないような社会を残してるんじゃないか。つまり若い頃にみんなそれぞれ革命だとかね、もう日本の変革とか言ってたわけですよ。でもその人たちが私は結局何をやったんだろうかって、これはよく団塊の世代と言われる厳しい話ではあるんだけれども、で私はね、やはりこの運動というものの、ね、意味をやっぱり改めて考えるんですよね。運動ってやっぱりね、なんか今日本当は一番最後に言いたかったことを先に言っちゃうとね、なんか生涯の問題なんですよ。一生の
で私あの、ある本の中で書いたんだけど、その大学時代に、ね、みんながね、明日デモだとか、バリケードストライキだとか、機動隊と戦うとかやってるんですよ。で、その時私、あえて申し上げたのは、今、大学キャンパスでバリケードを作るのは簡単なことだ。そして、機動隊と石投げ合って戦うのは簡単なことだって。でも、一番厳しい戦いがあるとしたら、これから例えば30年、30年経った時に我々この思い持ち続けられるのかって。これはね、偉そうなこと言っちゃったなと思って、でもたまにはかっこいいこと言ってみるもんでね、そういう言葉って自分を縛るんだよね、いい意味で。だからね、大したことやれたかどうか反省もあるけど、でも60になってまだここに座ってるのはきっとね、やっぱりあの時の思いはやっぱり失ってないつもり。だから本当にね、皆さんのような方々はきっとそういう素晴らしい道を歩まれるんだと思うけど、古い世代の反省としてはね、なんかここすごい青山通りなんてフランスでもでも何十万人って人がね、あそこを埋め尽くしたんだよね。フランスでもってなんか手つなぐやつ、手つないで青山通りの上りも下りも全部横にバーッと並んでね、その瞬間すごい感動するわけだよね。だから私はね、実はこの金曜日にやられてるね、国会の足で官邸取り巻くデモってのはその時代のデモと違うと思う。それなぜかってうまく言えないから、また別の機会に話すけど、やっぱり成熟してるなと思う。あの頃ってすぐ機動隊とぶつかりたがるしね、石投げたくるし、つまり過激なことが革命的であるとみんな思うんだね。実はそうじゃないんだね。だからさっきのキャンピングナイトの話は 大賛成でね、やっぱり違うんだね。戦うことを表に出して、戦ったことをもって過激なこと革命的なことをやってると思い込むのは、私は実はこれ小児病って言葉があるんだけど、子供っぽい病なんだね。中二病じゃなくて小児病、本当若い、チャイルディッシュだね。だからその意味でキャンドルナイトが何かを敵を見立ててそれを戦うとか、あれしちゃダメとか反対とかっていうことじゃないっていうのはね、伊藤さんさらっとおっしゃってるけど、実はすごく大切な深いことをおっしゃってると思うんだな。なんかこの間辻真一さんと私ブータンに行っていて、まあ、ブータンにいながら全然ブータンと関係ない話ばっかりしてたんですけど、こう脱原発運動をしている人って、要するに左翼の人って左翼ルックがあるじゃないですか。左翼ルックないですか？感じたことないですか？あと脱原発やってる人はちょっとヒッピー系のファッションになる傾向があるなって思って、脱原発ではヒッピーでは左翼だと思うけど、だからそれニュー左翼でヒッピーだよ。レオレオだけど、でもそれなんか文化になってきてるってことなので、でも新しい文化だね。そう、藤井さんって言ったらなんかそれはちょっと制服とか制服を着るみたいな、やっぱりそういうのがあって、向こうの仲間入りしたいとかあっちに行きたいとか、そういうのでこう制服を着ちゃうと、なんか要するに自分で着るものを考えられなくなっちゃってるのが、まあ、熱狂的な運動にありがちだよねっていう話を、社会人類学者なんですけどっていう話をしてて、だから要するに運動っていうのは文化になりにくいんだよっていう話、文化になった運動は見たことがなくて、だからキャンドルナイトって環境文化ムーブメントって、僕が文化にこだわったのはそこなのっていう話をしていて、だからその運動じゃなくて文化を作る何かに選挙キャンプも。でもそれは田坂さんがさっき言ったその運動っていうものは一生ものだっていうのに多分主役されていて、そうですそうです、運動っていうのが長い期間かけて、っていうかね、運動っていうものを短いスパンで考えると非常に単発的だし、参加型って言っても本当にこう短い期間の参加型だから非常に表面的に終わってしまう。だから多分ファッションも一過性で終わるし、文化としても成り立たない。ところがそれが長い間続いていくと、文明文化っていうのは多分本当に幼少期があって、どん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 こう学んでいって、学びの後にだんだん大人になっていくような、でそれが熟成社会なんじゃないかなっていうか、僕らはその家庭にいるからまだわからないけど、でもそういうような気がします、ね。なんかなんかまさにその一生ものだっていうところで、そのね、まあ、本当一生ものっていう言葉は私も本当に大賛成でね。で少しその関係でもうちょっとこの話を深めてみるとね、我々やっぱり敵を作りたくなるんだね。あれが悪玉だと、あいつを打ち倒せと。でもね、
私はやっぱりそれは少し違うなと思ってるの。もちろんあの世の中で困ったことする人いるから、それはやめてもらいたいというのはいつもあるんだけれども、ただね、私は実はあの去年あの官邸で5ヶ月過ごした時にしみじみ思ったのは、例えば我々よく官僚機構がおかしいとか言うよね。でじっと見てるとね、官僚機構確かにおかしいんだけど、官僚一人一人はみんな優秀で真面目で、それなりには仕事を一生懸命取り組んでるんだけど、だけども実はみんな少しずつ無責任なんだね。でそれが集まると組織全体では凄まじい無責任になって、年金記録を失ってしまったり、スピーディーが動かなかったりするわけだね。つまりこれからの時代の我々ももし戦いというものがもしあるとしたら、誰か一人の敵を見立てたり、何人かのその悪魔がいてね、彼らを打ち倒せみたいな、そういう時代では少なくとも日本はないんだね。あのかつてのヒトラーとかそういう時代とは全然違って、そのみんなある意味では頑張ってるし真面目で、ある意味ではナイスガイなんです、ナイスパーソンなんですよ。だけどもそれが集まると、一人々の無責任が集まって凄まじい無責任状態になる。組織全体が病になる、社会全体が病になる。これをどう変えていけるかということが、これからの戦いの本質になってるんですよ。でその意味で私はキャンドルナイトというのは一つのね、そのある意味での変革の戦略、あえて過激な言葉を使えるね、なんじゃないのかと。つまり我々が真っ先に変えなきゃいけないのは、変革の戦略そのものを変えていかなきゃいけない。一昔前はあれが敵だと言って打ち倒せば世の中が良くなる、ヒトラーとダース・ベイダーがいる時代は分かりやすかったって私よく言うんだね。ヒトラーを打ち倒せばファシズムは終わるし、ダース・ベイダーを打ち倒せば宇宙に平和がやってくるんだね。でもそういう時代じゃない。そうすると我々全く新しい変革のムーブメントをこれから生み出していかなきゃいけないんだと思うんだよね。なんかあのさっき言ってた機械論パラダイムってまさにそうですよね。なんか部品を取り替えたら車が治るっていうことではもうないと。レシピなので新しい生物的なパラダイムというか、そういう中でそのやっぱり今社会がどんどんこうなんですかね、ピラミッド型の構造からこうなんていうかこうアメーバ型というか生態系というか、そういう風になってきている中で、そのまあやっぱりその三角形のね、組織の中にいるとやっぱりそういったようなね、こう無責任がこう増殖するような現象というのが起きると思うんですけど、やっぱり今新しい社会の動きっていうのはやっぱりうまくいってるものはやっぱりほとんどあの新しいパラダイムで動いてると思うんですよね。そういう意味でそのなんていうか日本も、ね、今さっきあの民主主義という意味でもね、あのデモという意味でも成熟してきているというんですけども、そのどんどんなんか成熟してきている感じっていうのはすごく僕も感じるんですよね。でそうですね、あとなんか話して、それはなんだっけ、あ、ごめんなさい出てこなかった。大丈夫、はい、キャンプだからね。一つ付け加えると、さっき、はい、あのまた佐々さんの言葉分かりますけど、無責任、大きな無責任というのが山のように無責任になると大変な無責任になってしまう。それを逆を例えると、僕はちょっと Facebook とかそういうソーシャルで発言するときに言うんですけど、一人一人がちょっとでも責任感を持ち始めると、すごい大きな責任の塊になるから、変革への道がボーンと開けるんじゃないかっていう言い方をするんですけど、それもはいですよね、バイスバーサ。あのそう、素晴らしいことを指摘していただいてるんでね、あのさっきの話もうちょっとだけ続けると、私があの複雑系なんてことを研究したのは決してあの学者の趣味ではないんですよ。この世の中ってなんで変わらないんだろうかということを真剣に考え始めると、複雑系という考え方につながらざるを得ないんです。でグレゴリー・ベイトソンという人が昔非常にいい言葉を残してて、複雑なものには命が宿る。つまり企業も市場も社会も組織も複雑になっていくと、あたかも生き物みたいな性質を示し始めて、あたかも意思を持っている方に動き出すんですよ。で官僚機構も同じですね。あれはもう生き物で意思を持ってて、いかに税金をたくさん巻き上げて、そのある意味で山の大祭とかいろんな形で使うかという生き物なんですね。で麻生氏の生命体だから、あの事務次官が悪玉だって言って仮に彼を更迭しても、必ず次にやってくる事務次官も同じような意識の人なんですよ。ちょっと例えが悪すぎるけども、がん細胞を切ってもそこにちゃんとがん細胞が生まれてくるような生命的な力を持っているわけ で、そうすると生命的なこの病んでるシステムに対してどういう変革の戦略を取るかというのは、当然我々もまた生命的な戦略を取らなきゃいけないんですよ。それでナオさんの言うアメーバ的なという言葉は全くその通りだと。つまり我々間違っても軍隊的にね、君がこのあれだとか、君はなんとかね、リーダーだとか、この軍隊みたいな組織を作って、これ非常に機械論的ですから、これを使って世の中変えるという考え方は全く違う。むしろ我々もおっしゃるように、非常にあのいい意味での生命的な組織、
生命的な運動を作ることによって変えていくというのが正しいんだろう。ただ先ほどの官僚教の問題をあえて一言で言うと、カール・マルクスという方が昔資本論という本の中で結構重要なことを言ってるんですよね。一言、地獄への道は善意で敷き詰められている。つまりみんな善意、みんなそれなりには一生懸命襲ったり何とかしましょうって、おそらく霞が過ぎて誰にインタビューしてもみんなこの国は何とかしないけど言ってますよ、うん、でも結果として今霞が過ぎなりそ今の行政は、まあ、地獄と言っては失礼だけどやっぱり相当広く向かっているわけだね、うん、これはね今の時代に言われる心に置いておくべきことじゃないかな、うん、なるほどね。なんかこうなんかいい感じでドヨンとしたドスンとした空気にドヨンとしてきちゃったでドヨンというか現実は現実としてね、うん、あるので、なんか一番でグリーンズを、まあ、やっていてすごくみんなの活動と一緒に何かいろいろやってきてですね、すごい一番感じるのはうまくいく活動とうまくいかない活動の一番の大きな違いは、うまくいかないでくくっちゃうと悪いんですけども、一生懸命変えようとするんですよね。変える、社会を変える、消費者を変える、官僚機構を変える。でもうまくいく活動は作って変える。だから新しい現実をそこに作り出す。新しい現実を作るとみんなそれを見て、あれそっちの方がいいかも、ね、そっちも楽しそうだし行こうかって、外わーって人が膨らんできて、それが本当の現実になってどん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 広がっていく。でその結果本当に変わった人たちが変わる。なんか一言で、まあ、まとめちゃうと乱暴に言うと、まあ、そういうことだと思うんですよね。なんか作って変えるっていう意味ではね、なんかほんといろんな活動が今世の中に出てきてて、なんかこれからどんなことをやるかとか、なんか言ってるとこあるんですか？これからは超プライベートな話をすると、暮らし方冒険家が私の肩書きなんですけど、何をしてるかっていうと貧乏になる準備をしていて、2050年には空き家率が 40% になるんですね。要するにもう家に価値がなくなるんですよ。ただその空いてくる家っていうのはそんなに状態がいい家ではないので、でもそういう家で住めるハック、住める方法を持ち合わせていれば、要するにタダで住む場所をゲットできるとか、状況が変わっているので、要するにどんどん人口が増えていって、どんどん土地が買い占められているから、ローンをしてでも家を買わなきゃいけなかった時代から、空き家にどうやって住めるんだろうっていう時代に変化しているので、私自身はそうやって暮らしのこう時代とか社会の成長度合いによって起きているところに少しずつこう食い込んでいくっていう意味で、まあ、暮らし方冒険家っていうのをやっているんですよ。だから、あとは本当にそこから得たこととしては、なんとなくできることが増えていくっていうのがものすごく人生を豊かにするなっていうのが、その結婚式をキャンプ場でやった、要するに最初本来だったら300万400万っていう請求書が届くけれども、みんなから1万円集めたらお釣りが出ちゃったみたいな、そんなことができるとか、だから仕組みをちょっとずらしたらこう楽しく生きていける方法があるっていうことを、私は結構この2年くらいちょこちょこやっていて、だからそういう、 こう発想の転換で何かこう変わっていくところが何だろうとか、まさにグリーンズが取り上げているようなニュースでもあるけど、ちょっとね、そういうところを個人的に気にしているっていうのと、まあこれってでもちっちゃな運動なので、これをどうやったら大量生産できるんだろうっていうところを今すごい考えてます。ごめんなさいね、私が喋っちゃいけないのかもしれないけど、でもすごくねワクワクするんで、最初の方でねおっしゃったキャンドルナイトってすごくこう家族でワクワクしながらやったっていう話されてたよね。でね、私何年も前だけど、ガイアシンフォニーという映画を作られる立花仁監督の話聞いてハッと気が付いたことがあって、あの当時立花監督ってずっと自転車で走ってたんですよ。でもちろんガイアシンフォニーってのはもちろん環境っていうのは大きなテーマだから、自転車ってのは環境に優しい。でそれで思わず私、立花監督は
環境に優しいから自転車乗ってるんですか、自動車じゃなくてって聞いたら、もう実に爽やかにおっしゃったの。いや、そうじゃないよ、自転車気持ちいいんだよって。で、私ここにすごく大切なメッセージがあったと思う。つまりそのなんか理屈でこれがいいとか悪いとかってもちろんそれ大切なんだけれども、なんか我々がこのことが気持ちいいと感じるということに従うことが実は今の世の中を変えていく、実は非常に成熟した選択なんじゃないかというね。でもう一つ、あのほとんど関係ないようで関係ある話をすると、私の好きな俳優であのショーン・コネリーっているんだね。であれももともとご存知のように007でスタートして、まあ、スターダムのし上がって、でももうこのままやれば一生でももうお金バンバン入ってくるスターダムで走れるにもかかわらず、彼は辞めたわけだよね、途中で。で彼が辞めた理由を聞かれて答えたのが、確か宣伝文句にもなんか CM にも使われたんだけど、その決められた道を歩くことは美しくないって言って彼は辞めたわけだね。つまりこのまま行けばお金からも入るし、007のそのシナリオ通りやっていけば大スターになれるってことは約束されても、決められた道を歩むことは美しくないって言ったんだね。で実は今の時代ってなんか正しいか正しくないかの議論がすごく多くて、すごいディベートしたがって、わかりました、うん、すごい。でね、それよりもね、私はなんかこれって美しくないなとか、それも相手を非難するんじゃなくて、あなた美しくないって意味じゃなくて、自分自身がなんかこれって美しい感じがしないなという基準に従って生きることが、実はこの世の中を変えてくる非常に大切な成熟した戦略じゃないかと思うんでね。だから私はシンクタンクずっとやってきて、そこにいる石澤さんともよく話すんだけど、シンクタンクの時代って間もなく終わるよね。フィールタンク、つまりシンク、論理的に考えることだけでは世の中良くならない、むしろ感じるということをすごく大切にした、フィールタンク作りたいよねって言ってたので、あのソフィアタンクにはあの音楽家の方とか写真家の方とかね、アート系の方にも入っていただいてるんだけど、ただまあそれにさておいて、これからね、そこのパラダイムもすごく大きく変わっていくと思うんですよ。だから私はあまりすぐディベートとか好きではないんですよ。あのどっちが正しいかとかね、あのどっちが真実かとかね。でそれは結構あのいろんな基準があるんだけど、なんか美しさって結構誤らない基準かななんて思っててね。そうですね。あの僕はあの物語の力みたいなのがすごくずっと気になっていて、あの何て言うんでしょう、あの、まあ、東西ドイツの壁が、ベルリンの壁が崩れた時にもみんなでピクニックに行ったと、で東の人、ベルリンの人たちはピクニックに行くっていうのが、まあ、あの政治的な活動をねする時のこう、まあ、合言葉のようになっていて、ピクニックに行ってくれって公園で、まあ、ピクニックをすると、本当にサンドイッチとか食べながら3人とか4人とかで、その中で実は重要な、まあ、なんていうか情報の伝達が行われたり会議がなされていたと。でそれは当局から見えない形でずっとやってたんですよね。で、ある日ピクニックに行くっていう人がどん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 膨れ上がって、ついに壁を乗り越えるほどの人数になって、まあ東ドイツへのから西ドイツへの道が開かれてしまったと。で、一旦壁の穴が開いたらもう誰も止められない、なんかそういうね、そのなんかストーリーがすごく、まあ、本当かどうか知らないですよ、僕その現場にいないから。でもなんかそこのこうピクニックで世界が変わったってなんて素敵なんだろうって思ったんですよね。でなんかそういうその物語の力、キャンドルウェイトもすごいそれをすごい感じて、やっぱりいろんな物語を聞くわけですよね。なんかこう子供とね、その久しぶりに本を読んだらなんて子供が素敵なんだって改めて思えたとかね、なんか本当いろんな無数のこうストーリーがこうそこからこう出てきて、まあ、RT で流れてきたり、もう友達から聞いたり、もうなんかそういうその物語がたくさんたくさん紡がれていくような活動ってではないんだ、もはやね、なんていうかこう、わかんない、なんと言っていいのかわかんないけど、さっき言った文化なのかもしれないけど、うん、なんかそれがすごくパワーがあるなって思うんですね。新しい時代の、あのなんていうか、まあ、ムーブメントっていうのは波ですよね。だから波自体、水自体は実はそこの場所動いてなくて、ただ上下に動いてるだけなんだけど、でも東海でもそれが大きな波で動いてるように見えるみたいなもんだと思うんだけど、なんかそういうような形のものが、まあ、ここね、みんなでもう時間長くなっちゃって申し訳ないですけど、この後皆さんでちょっとダイアログの時間を持ちたいと思うので、あのぜひもうちょっとお付き合いいただきたいんですけど、なんかそういう物語があふれるなんかこうことになるといいなって。もう素晴らしいことをおっしゃってるんで、一言まずやっぱり、私物語ってすごく大切な言葉だと思う。
で私たまたまあの河合駿さんというね臨床心理学の方とも、まあ、対談したり報告したりさせていただいてたけど、あのね物語って我々を癒してくれるんだよね。例えばあのウッドストックっていう、まあ、私なんかの世代はすごく物語として心に残るんだけど、あの歌のね We are starter っていうね、我々が何か始めてくんだ、なんかそこにウッドストックというところにね多くの人が集まってある思いを一つにしてという、その物語が実は後の世代の人たちが何かすごくワクワクするメッセージとして残る。その時に誰々がとかそういう固有名詞とかね、あの組織がということは消えてってもいいんだね。でもなんか人間というものがこんな素晴らしい物語を残したというね、ある意味では運動というものに目的があるとすれば、ある解釈として言えばね、素晴らしい物語を残すことじゃないのかって。例えばね、本当にあえて申し上げるけど、なんかいつの日かね、こんなこと言われたらすごく嬉しいよね。なんか昔さ、何十年か前だけど、渋谷の片隅でなんか選挙キャンプ、渋谷とかいう変なのが始まったんだよなって。でもあれがすごいみんながワクワクする運動になって、あれがなんか日本中に広がってたんだよねって、なんかあの時代ってすごいことが起こったんだよねって。でもその時にそれを始めた人の名前なんか誰も覚えてなくていいしね、あの時の組織が何であるかなんか誰も覚えてなくていい。でもきっと我々ね、運動っていうものに一生懸命取り組めるのは、何かその本当に名もない無数の人たちの物語をね残せたらっていう、なんか願いのようなものがあるんだろうと思う。だから奈緒さんのおっしゃる物語ってことは私は大好きでね、あのそのことだけは申し上げること。ありがとうございます。じゃあもう時間もね経っちゃったので、もっと話したい、ね、皆さん聞きたいと思うんですけども、あのまあ、選挙キャンプはこういう形で本当に何も決まってなくて予感しかないというものです。なので皆さんと一緒に作っていきたいって思ってます。だから本当にさまざまなあのスキルを持った、ね、人にどんどんこう入ってもらって、あのさっき言ったようなね、そのなんていうか物語がねいっぱい日本で起きていくといいなと思います。はい、あのちょっと今引っ返してもいい？どうぞ。みんなと一緒に作っていきたいっていうのも、もうプレッシャーなの多分。あ、なるほど。多分ね、私はね、だからなんか、え、プレッシャーじゃないですか、作っていきたいって言われたら。作るしかないからプレッシャーもないもんね。あ、そう、あ、そういう意見もあるんだ。いや、だからなんかちょっと塩くらい入れてっていうくらいの方が。そこまで来てるよ。そこまで来てるけど、そこまで来てるって思ってない人は向こう側にいる。多分。まあ、なんかあれじゃない？なんかスターターはこう、うん、熱い人たちがね、ここにいるよね。そう。ここはだからものすごい未来作ってこうおーってできる。そう。それにここはいい。そう、ここはいい。だけどその向こう側にいる人たちに本当に広がっていくかどうかは、やっぱり塩の加減とか石のスープの良さ、よなんか美味しそうな感じとか。でもさ、ごめんね。何よ。さっきピクニックの話、そんなさ素晴らしい話あるのに、なんで選挙ピクニックにしたの？ピクニックが変わるの？ピクニックに名前を変える案が今出ました。選挙ピクニックの方がなんか新しいのに、キャンプってこの頃多いのよ。ああ、もうここ数年いいんじゃない？ピクニックで、ピクニックになっちゃう。いや俺が決めることじゃないから、ピクニックにしましょうみたいな。でもなんかこう一泊二日くらいのこうなんか濃度、どっちがいいんだろうね。でもそういうことも含めて、なんか選挙ピクニックの方がいいじゃんってなったら選挙ピクニックを始めてもいい。なんか話を聞いたら、俺もそのちょっと偶話っぽい話を聞いたことがあるんだけど、でもね、まさにこういう対話が、ね、たくさんできたらいいと思ってるんで、楽しみましょう。まあでも一緒になんかあのお泊まりする感があるっていうのは、同じ顔の飯につながる部分で、人が寄ってくる要素ではあると思うけど、いずれにせよ美味しそうに見えるか楽しそうに見えるかしないと、絶対あの善意の第三者がこっち側に試しに来ないから、キャンプだってもピクニックだってもさっきの料理もあの甘そうに見えないところに答え来ないから、ね、その頑張ろうっていうので眉間にシワが寄ってる状態とか過剰に汗をかいてるのが楽屋で出てくるのがさらシャワーみたいな。なんかどっちかというとここにいる人たちはみんながなんか入れすぎちゃったりするじゃない、塩とか。そう、もうすっごい塩入っちゃったりとかした時に、もうここにいる人たちはすっごい涼しい顔して大量に水入れたり出し入れたりとかするような多分人たちなんですよね。なんかやっぱいるんですよ。バジル系の味に変えちゃったりとかね。そう、なんか突然唐辛子
入れる人がいるんですよ絶対。まあね、そういう実感こもってるね。そう、そしたらやっぱここはココナッツミルクをみたいな人がやっぱりそう、唐辛子でココナッツミルク美味しいから。そう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 、だから今までだったら多分ココナッツ唐辛子入れたらその人を追い出すかめちゃくちゃ再起不能なくらい叩くか、まあ唐辛子もう辛いのめちゃ辛でいこうみたいなしかないね。そう、辛くなっちゃうんだけど、あココナッツミルクねみたいな、だからココナッツミルク買ってきてみたいな。そう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 、だからここ料理研究家みたいな感じだと思う。いいね、ここ料理研究家料理研究家皆さん研究家チーム。でもさ、その料理って、うん、最小公開するときに混ぜて均一な味にする必要はないじゃない。ないないない。例えばビリヤニとかやるとわかるけどさ、ビリヤニって全部が混ざってると美味しくなくって、うんうん、その盛り付けの人のセンスで辛いところと甘いところとお肉のところと白いただのバスマティ米だけのところと、うんうん、なんかこうダラダラまだらに持ってくれて、うん、そのまだらをちょっとずつ食べるのが美味しかったりするんでしょう、うんうん、なので唐辛子のところだったらその唐辛子はすごい辛いけど一回その唐辛子を食べたらもう死ぬまで奴隷になるぐらいその人の心を胃袋をつかめばいいわけだよね。で 1% の人の胃袋をつかむっていうのが100通りあったり 100% つかめるわけで、なんかそこを目指すのがなんかより楽しそうに見えるんじゃないかな。でも辛いのが嫌いなのに 1% の唐辛子に合っちゃった時がちょっと不幸じゃないですか。その人はこう速やかにあ、違うのをサーブしましょうか。じゃあそこはこうインタープリートピンが必要。そこに人が必要。でもなんかやっぱりそしたらいけてない、得意じゃない人に辛いの言っちゃったっていうのを見てる何かにならなきゃいけないですよね。あの人苦手かも苦手かもみたいな、なんかやっぱそういうメンテをする人っていう調整役っていうのかな。あのね、この会場の高さ、まあ、そういうね活動をやってきた最後から実際ね現場厳しいもんね。そう、現場はやっぱ結構本当ね厳しいよね。こういうの作りたい、や本当にすごい戦ったんですよ私は。私辛いもの作りたくなかったのにって思ってこうこれ捨てようかどうしようかみたいなのもありはあったし、もうそんなこととずっと葛藤してきたけど、これ捨てたらなんか独裁者っていうか普通の広告の仕事と変わらないっていうか、これは新しいムーブメントじゃないんじゃないかみたいな、多様性を受け入れるとか、これがなんかただの綺麗事になってしまうからこの唐辛子をどう生かそうみたいな、そういう葛藤はまあこの6年くらい。あ、でもなんかキャンドルナイトの幹事会って田坂さん何名かして、枝広純子と大地を守る会の藤田和義と辻真一と竹村真一と前北美也子、どうですか、もうやばいんですよ。だからもう5人から幸せ方になりたくない、知らない方は申し訳ないですけど、タバスコでもデスなんとかみたいなタバスコみたいな人とあとなんかすごいんですよね。だからなんかそれでも彼らは譲り合ってきて、譲ったつもりはないかもしれないけど諦めるまで話し続けるっていうことをずっとしてきて10年やってるんです、そんなこと。だから今ね、枝広さんなんかそのいろんな政府のなんか懇談会とか行くようになられたし、もうみんな10年前から比べたら全然売れっ子になっちゃったけど、それでも毎月1回なんか3時間くらい打ち合わせしてるんですよ。なんかそんなことをして、いやなんかもう決まりかけたと思ったら辻真一さんがガシャーンってテーブル引っ張り返して、僕はスローなことがしたいのにどうしてこんなファーストな手順で進めるんだみたいな、みたいな、今頑張ろうってなったじゃんみたいなとかあるんですよ。だから本当にキャンドルナイトのやってる人たちがそうやってそれぞれの味を殺さないように、でもいいかん、なんか料理になりたいよねみたいな感じでやってきたっていう歴史があって、すごいですよ。なんかね、
頑張りましょうね。そうだからなんかそのリスペクトできるところがあったっていうのをみんな今キャンドルナイトの映画作っててインタビューすると言っていて、だからあのリスペクトできる間柄で、でも遠慮もしないっていう、なんかそれが何だったのかっていう映画を作ってるんですけど今。まさに。私はね、セガの話はね、すごくよくわかるので、そのことはちょっと違う視点で申し上げると、私はね、普通の大人の社会の企業とか歩んできて、いろんな姿を見てるんだけど、まあ、ここね、1週間ぐらいね、皆さんといろんな議論をする中で、不思議なことに気がついてて、なんかみんな意見違うのに、その意見の違いをこの伝える場をある方向に持っていくときの、やり方が私みたいな人間から見ると結構皆さんすごくエレガントだなと思うんですよ。それは皆さん気がついてないかもしれないけど、もうちょっとカッコつき大人の社会っていうのは生にぶつかるから、ぶつかって正面ぶつかるとも心の中で違うって思ってて、なんかそこにもう歩み寄ろうとしない、あいつあいつだみたいなところが結構あるんですよ。それに比べるとね、皆さん結構柔らかく、でもそれってさ、なんとかじゃないとか言いながら、ちょっと A を B の方にうまく持ってこうとするとかね、ナオさんなんか結構うまいと思うんだけどね。ナオさん天才ですよね。うん、天才的にうまいよね。だからまずナオ君も多分30人くらい選挙キャンプ作んなきゃいけない。だからそれはね、私は新しい世代の方々のね、なんかすごく新しいコミュニケーションのスタイルだなっていうのは一つ感心してるんです。いや、だってなんでかって言ったら、やっぱりね、田坂さんのようなと言った人ですけども、そういう世代の方々に散々ですね、もうこっちがいくら反発しても絶対に向こうが潰してくるわけですね。もう違うやり方を身につけないととてもじゃなきゃ生きていけないみたいな、そこはかなりありますよね。でも私たちね、かなりそういう猛獣使いみたいな気持ちで、そのスキルがもう見事にね、しかも私がこの、キャンプでね、見にかかる方々って、結構そこは見事な成熟したものをお持ちだなと思う。で、ちょっとまた別な視点だけお伝えしておくとね、よくこういう場になると多様性が重要だって言いますよね。で、これは誰も反対しないんで、これから多様性が重要だ、多様性を受け入れる。ただね、私は実はもうちょっと深く見つめた方がいいなと思ってて、その多様性を受け入れるというのは、我慢するってことじゃないと思うんですよ。そうです、ね、例えばね、突然下世話な例だけど、私ワンダーフォーグルで山登ってて、ある横にいる同僚がね、いつもご飯にマヨネーズかけて食べるんだね。でね、マヨネーズかける人いるよね、若いさんいるよね、そういうのね。で、僕の周りの姫にかかるんです。でね、なんでこんなグロテスなもの食べるんだろうと思ってるけど、ある日お前食べてみろって言われて無理やり食べさせられたんだけど、意外に美味しかったりするんだね。で、つまりね、何を申し上げたいかっていうと、その多様性を受け入れるというのは、こいつと俺とは合わないけど全然違うけど我慢するってことでは全くなくて、あえて申し上げれば、自分の中にある多様性のようなものを発見することだと思うんですよ。つまり俺は A だ、君は B だ、お互い A と B で共存しようというのは、実は多様性という言葉の本当の意味じゃないんですよ。例えば奈緒さんが B だって言った時に、ある時でもなんか B っていう気持ち分かるような気がすると思った瞬間に、我々自分の中の多様性をこの身につけてるわけですね。つまり自分の中に何人もの自分の姿を発見していくプロセスが、実は私は成熟ということの本当の意味だと思うんですよ。で、実はそのために我々ぶつかったりするわけね、うん、なんでお前 B なんだよとか、で最後まで A と B で分かったらもう我慢するよ、多様性必要だからなというのは、多様性ということの本当の意味ではなくて、なんかいろんなことやってるな、でも、うん、でもなんかこの言う B という意味もなんか最近ちょっと分かるんだなとか、まあやっぱりマヨネーズがうまいって気持ちも分かんでもないなとかね。で、そのさっきのお鍋の問題も私はそういうふうに受け止めてるのね。結構なんで辛いの入れたんだよと言いながらも、うん、でも結構これいいかもとか思ってしまう自分とかそう。いや、そうなんですよね。そうだから、辛いってなったけど、あ、これちょっとこれ入れたら、あ、超おいしいみたいな、こう自分が想像してなかった味に連れてってもらえるっていう、うん、しかもその辛さの中にこうマイルドさがあったりとかして、なんかなんていうんですかね、若い人がバーって入れた辛子と唐辛子と、やっぱりね、こう年を重ねた人が入れる辛子は全然違う、うん、そういうのもあるもんね、うん、っていう細かい話です、まあ、世代的な話を言うと、上の世代の方が辛いものを投下してきますよね。はい、そう思います。まあでもね、
まあ、マヨネーズの話もありましたけど、なんか皆さんとちょっと、あ、そうだから、まあ、ちょっとそろそろね、あのダイアログの時間しないと、ね、帰りの時間も迫っちゃうと思うので、まあ、もうちょっと話したい、話したそうな、手塚さん、ありがとう。大丈夫。はい、冗談ですよ、大丈夫です。じゃあ、皆さんにね、あのちょっと一緒にダイアログの時間をこれから、まあ、どうしようね、20分ぐらいかな、待ちましょうか、ということで、まずはこのお二人の、トークとしてちょっと私はホスト兼話者として参加しましたけども一旦このトークを終わりにしたいと思います。はい、皆さんありがとうございました。この椅子いいね。そうそう、なんかこれ一回さ、バッテリーもあれも切れるか、じゃあ交換、切っちゃっていいです。ないです。これ何枚、はいじゃあ、お疲れ様でした。ありがとうございました。100人見てくださってるっていうストーリー。